李信将軍の初陣はどこ？飛信隊の次なる戦地を予想。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、飛信隊、次の戦地は？について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。ついに乱交交渉が終了し、正式に将軍になった李信。ここらで日常会かとも思いましたが、自習要領を見ると、早々に海洋を立ち、次の戦場へと向かうようですね。では、次の飛信隊の戦場はどこになるのか、可能性を予想してみました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、李信将軍の初陣。李信の将軍昇格後、休む間もなく、飛信隊は、次の戦地へと向かうようです。次の戦いは、李信にとって、将軍昇格後の初陣となるわけで、非常に重要な戦いと位置づけられますね。組織も成熟してきているので、千人隊昇格時のように、大ヘマをする。ということはないかと思いますが、教会の隊長など、不安要素も残っています。この状態の飛信隊が、次に、どの戦地へ、出撃命令が下されるのか予想してみました。大まかな可能性としては、4通り考えられると思っています。2、可能性1、山陽奪回戦。まず可能性として挙げられるのが、山陽奪回戦への参加です。レクビダッシュに、道が直接出向いたことで、大義の戦線が手薄になり、その隙を呉鳳明に突かれてしまい、魏軍に山陽を奪回されてしまいましたよね。この奪回のために、飛信隊は、道軍への援軍として山陽へ参戦するのかも。李信は、著陽の戦いで道軍に加わっており、道や軍長たちとの連携も取りやすいはず。また、山陽は、連覇戦で来たことがあるので、地理にも明るく、経験が生きるはずです。この二つの経験を上層部が加味して、道軍の援軍に派遣するのかもしれませんね。個人的には、この援軍に行く場合、設備では叶わなかった、道や軍長との会合で、お抜きの仇である、ホルケンを撃ったことについて、称賛の声を李信にかけてくれる。という場面が見てみたいなと思いますね。3、可能性2、圧与攻略戦。次の可能性としては、圧与攻略戦への参戦です。前回の動画で考察したように、昌平君の次の戦略として、趙の圧与を狙う可能性があると考えています。その場合、飛信隊が援軍として、王仙軍の元に派兵されるかもしれません。史実との整合性を考えれば、始皇11年中に、圧与を王仙が落とす。というのは、必須イベントのように思います。ここに飛信隊が参加するというのも、無理がない展開ではないでしょうか。王仙軍は、現在、第2軍の将、魔魂を失っており、第2軍自体も、兵が大幅に減っています。また、魚の防衛にも、兵力を残す必要があり、王仙軍単独では、圧与の攻略も難しいはず。そこで、飛信隊の出番、という可能性も十分あるのではと思います。どちらかというと、ここで、玉砲隊に声がかかり、王仙との親子関係の修復がなされる。という方を期待したいですが、圧与で敗北した胡将のエピソードと絡めて、六大将軍を深掘りする展開もありですよね。4、可能性3、長安都県防衛戦。あるいは、圧与には王仙自身が出抜き、その穴埋めとして、魏の防衛任務を受ける。という可能性もあるかもしれません。これまでの描写を見るに、傷病兵たちは関与には帰還させず、そのまま魏に残してきた、という可能性がありますからね。回復までの休養を兼ねて、魏の防衛を任務として与えられるのかも。この展開の場合、いきなり、大きな戦いにはならず、半分日常会的な描き方も可能です。そのため、趙の動きに備えながらも、李信の読み取りについての話も展開できますね。また、飛信隊の幹部たちの昇進や組織変化も、まだ描かれていませんので、この昇級時のタイミングで、しっかりと説明するのかもしれませんね。5、可能性4、その猛虎支援任務。最後に可能性は薄いかもしれませんが、祖方面の猛虎軍の援軍に行く展開もあるかも。猛虎軍は、ずっと仮軍と睨み合っており、小競り合い程度の戦いは何度か行っています。過去には、玉砲隊や学科隊が録音と共に、
マーブの援軍に来たことがありました。それと同じ立場でムーブ軍へと飛信隊が援軍に向かう可能性もありそうです。ソ軍には李信と同世代の混浴と白霊がおり、彼らとの小規模戦闘もあり得るかも。新たな中華十級の座をかけて陣と短兄弟と白霊が争う展開もあり得そうです。またマーブはしばらく活躍が描かれておらず、そろそろ出番が回ってくるかもしれません。現在の秦軍での存命の将軍の中では最も李信と系統が似ている大将軍であり、将軍になりたての李信としても学ぶところが多いのではないでしょうか。一緒に爆破隊も派遣されて、蒙武軍からの幹部の出向などが行われ、個人が抜けた穴を埋めて組織の強化を図るという展開も一緒に描けそうですからね。蘇軍も趙や魏に比べて描写も少ないですし、そろそろまた出番が来るのでは。以上が李信将軍の初陣と飛信隊の次の戦地についての予想でした。李信は史実上の縛りがない時期ですので、いずれの戦地にも向かうことができます。趙、魏、蘇などこに向かったとしても作品として面白い展開ができるはず。できれば戦いだけでなく組織改変や人間関係についてを緩和旧来としてこのタイミングで描いてもらいたいですね。次週どこの戦地に飛信隊が派遣されるのか、この後の動きも楽しみですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。